平野紫仕様、広告起用したいタレントの申請驚異の経済効果と高級ブランドアンバサダー内定の噂。日本のエンターテイメント業界は常に新たなトレンドと才能を求めています。その中でも最も注目される若手俳優アイドルの一人が平野紫仕様、章です。ジャニーズ事務所を離れ。 ソロ活動に専念する彼は、インスタグラムを通じて、高級ブランドとの関係を強調し、驚異的な経済効果を生み出しています。この記事では、平野紫耀の最新の動向と、その広告起用における魅力について探ってみましょう。平野紫耀、若手俳優の新星。平野紫耀は、日本のエンターテイメント業界で際立った存在として知られています。 もともと、ジャニーズ事務所のグループ、キング、リンチェプリンス、メンバーとしてデビューしその歌唱力と演技力で多くのファンを魅了しましたタップ。しかし、2022年にジャニーズ事務所を離れ、個人活動に専念することを発表し、その後は自身の個性をさらに輝かせています。高級ブランドとのコラボ、平野市用が注目されているのは、 彼の SNS プラットフォームであるインスタグラムを通じて行った高級ブランドとのコラボレーションです。特に9月18日に行ったルイ・ヴィトンとの関係が話題となりました。彼はルイ・ヴィトンの秋冬メンズコレクションで着用したコーディネートをインスタグラムに投稿し、その結果ファンから熱狂的な反応が寄せられました。 この投稿に登場したアイテムの価格を見ると、平野の仕様の影響力がいかに大きいかがわかります。総額93万円以上にもなる高級ファッションアイテムに対するファンの関心は高まり、一部のアイテムは公式サイトで一時的に品切れとなるほどでした。これは俳優としての彼の魅力がファッション業界においても高まっていることを示すものです。 ブランドアンバサダーの内定が、さらに、9月28日に発売されるファッション誌、エルジャパン、エルジャポンでは、平野仕様に関する特集記事を掲載することが発表されました。これにより、平野がルイ・ヴィトンのアンバサダーに内定している可能性が高いとされています。 彼がルイ・ヴィトン最新のコレクションを着用し、ファッション業界において一段と注目を浴びることは確実でしょう。彼がアンバサダーになれば、ブランドとの連携が一層強化され、彼のファンベースも拡大することでしょう。エルメスとの匂わせ。ルイ・ヴィトンだけでなく、ヒラの仕は、エルメスとの関係も匂わせています。 彼は9月19日にインスタグラムにエルメスの冬用コートを着ている写真を投稿し、これにより再びファンの興奮を引き起こしました。高級ブランドとのコラボレーションが頻繁に行われる平野市用は、ファッション業界において注目されていることが伺えます。社会貢献との結びつき。 ヒラの仕様は単なるファッションアイコンとしてだけでなく、社会貢献にも取り組んでいます。彼がカフェで飲むレモネードの写真を投稿したことがきっかけで、多くの人々がレモネードを購入し、売り上げの一部が小児がん患者の支援に寄付される仕組みとして貢献しました。 この投稿が大きな社会貢献につながったことで、ヒラの仕様の影響力は俳優業だけでなく、社会的な面でも高まっています。広告起用したいタレントとしての魅力。ヒラの仕様は、その明るいイメージと広告起用における経済効果から、今や広告業界でも最も起用したいタレントの一人として浮上しています。彼の SNS 上での投稿は、 高級ブランドとのコラボレーションから社会貢献への意識まで多岐にわたります。これにより彼は広告主にとって理想的な広告党と言えるでしょう。結論。平野仕様のキャリアは彼自身の努力と才能に支えられて急速に成長しています。彼の高級ブランドとのコラボレーションや社会貢献活動は 彼がエンターテイメント業界だけでなく、広告業界でも注目を集める理由です。今後、彼の活動に注目し、彼がどのような新たなプロジェクトに挑戦するのか、ファンたちは期待と興奮を抱いています。彼の明るい未来に期待しましょう。